おはようございます。速稼塾の小場です。 FX の相場解説の時間になります。今日は月が変わりました。8月2日の朝4時45分、月曜日なんですが、まだ相場動いてませんけども、先月までを振り返りながらね、今週を、そして今月を占っていこうかと思います。では画面を切り替えて、ちょっとここね、マンスリーから見てみましょう。どうぞ。これがね、1ヶ月足なんですけども、ちょっとすいません、これ縦線が入ってますよね。これはね、関係ないですからね、上髭が出てるわけではありません。この1ヶ月は非常に短い陰線で終わったということになりますし、その前の月も陽線なんですけども、同じぐらいの大きさの陽線ですよね。その前の月が上下のひげを出して、ちっちゃい実体のある陽線、上下ひげですね。その前が下ひげの長い陰線という形になります。全体的にこの数ヶ月をね、見てみますと、年末年始から見てみますと、トランプさんから変わってバイデンさんになって、ここで落ち着いて横ばい傾向にあるというところですよね。で、横ばいの月足がこれから下に行くのか上に行くのかってことを、ウィーク、デイリー4時間1時間で見ていこうかなっていうところでございます。現在のところは、まあ下に戻るんではないかなと。上の方に、ね、下から上に来ましたんでね、その分だけ揺り戻しがあるんではないかなと考えてますけどもね。まあちょうどこんな感じです。ここがぐーっといって、半値戻しがあったような感じで動くと思います。では、ウィークリーの方行きますね。週足はエリオット波動がこういう風に入りまして、エリオット波動覚えてますか？週足のエリオット波動の完成から、上昇していって、で、これは、上髭じゃないですからね。単なる、ポイントで引いた線です。ですけど、エリオット波動を完成した後で、下の方にずれていったってことですよね。まあ、移動平均線は上の方に上がってきてますけども、ここで移動平均線も構造の限界点を迎えて、横ばいから下落の方に向かっていくんではないかなというふうに、ウィークリーは見えてます。じゃあ次、デイリーで見てみましょう。デイリーもですね、この辺から下がっていって、そして上昇トレンドを書いたんですけども、フラッグを。で、一応ね、ここは突き破ったんですが、ただここに当たってまたね、下落に転じたっていうところですね。まあ下落がまたギザギザギザというふうな形ではあったんですけども、まあこれは完全に下落の動きを見せております。ですんでね、売りの方でデイリーは動くのかなってところですね。じゃあ4時間の方はどうかなってところです。4時間も右肩下がりですよね。まあ、ある程度レンジというふうに捉えられることは捉えられるんですよ。上から落ちてきたのが、ここで跳ね返って、このレンジを作っているっていうところですね。このレンジを。まあ収束するかもしれませんけども、まあ一応このレンジで構えておきましょう。まあですんでね、ここから上昇と下降を繰り返しながら、少しずつ下の方にブレイクするような形をとっていくんではないかなと思いますね。じゃあ1時間はどうでしょうか。1時間もね、右肩下がりにはなっているんですよ。ほらね、右肩下がりでしょ。だから売りの方向性で今月は見ていけばいいんじゃないかなと思います。そして1週間目は売りで取っていく仕様になるということですね。多少のアップダウンはありますけども、売りで考えていけばとりあえず、ロスカットになることはあまりないかなと思います。ということで、今月の戦略は全体的に売り、そして1週間、今週2日から7日までの戦略、6日ですか、6日までの戦略は主に売りを取っていくってことになります。110円を割っていく形ですよね。すでに割ってますけども、この109円の667が109円を割るかどうかっていうところまで下がっていくんじゃないですか。だから108円を見るか見ないかっていう、そんな1ヶ月になるというふうに予想します。はい、でいかがだったでしょうかね。月が変わったら月足を見て、週足を見て、デイリーを見て、4時間を見て、1時間を見ると、場合によっては30分15分見ていって、全体の方向性を知るということで、全体の方向性を知ったら、今度は1ヶ月でどっちの方向、陰線なのか陽線なのかっていう全体像を
掴みながら、これもだからね、1週間ごとに修正していくんですよ。で、週足をそのために見ます。週足を見ながら、1週間が売りで終わったのか、それとも買いで終わったのかってことを4回の、4本の線で評価できることになりますからね。そして、デイリーをその後で見るんですけども、デイリーは1ヶ月かけて20本の線を見ることになります。まあ、ですんでね、最初の3本、4本で、残りのね、十数本を仮説成り立つと、まあ、負けることはあんまりないかなと思います。その場合、リスクリワード 3.1 を思い切って振っていけばいいのかなっていうところですよね。やっぱり月が変わると多くの投資家さん、やっぱりね、1ヶ月が変わったってことで資金も入れ替えをしたりとかして、大筋リセットするんですよ。相場は7月31日だろうが、8月1日だろうが続いてるんですけども、投資家さんの心理としてはね、一回ここで決済して、期首を設けて期末に向かうみたいな、そういうふうな心理状態と資金の投入と引き出しが行われますんでね、やっぱりここは私たちもそれに合わせて、月末と月始めっていうのをしっかりと意識して戦略を立て直す、そんな機会にすればいいと思います。それでは本日もね、ありがとうございました。